次弟子で,でしょって言われると思うので自分のためにこの4人が言ってくれるのかなっていう全部取るつもりでいるので注目はしていますしまあこんなこと聞かれても今の段階で答えようがないのになあという答えがあるんではないかと思いつつあえて聞きますけれども、えー、バンタム級は4人の世界チャンピオンがいます先日も東京ドームで新たなチャンピオンが生まれましたこのバンタム級で戦っているということで何か意識はありますか まあ今、日本人全員バンタム級チャンピオンなのですごい四天王がもういる,いるわけじゃないですかだから、やっぱり僕は今こうランクも上げていってでしっかり勝っていってまあなんかあのこういう強い選手とかにどんどん勝っていけばおのずとああもう次のスカーデーシンでしょって言われると思うのでまあ本当その位置に多分 来年ですかね、あたりには立てると思うので、まあ、今、着々とやっていくだけなんですけど、まあ、もちろん意識もしてますし、4人揃ってるんで、まあ、本当、まあ、自分の中ではこう、自分のためにこの4人が行ってくれるのかなっていうあの意気込みで、ずっといます、はいはいえー、あえてお答えにならなくても構わないんですけれども、この4人の中で意識するチャンピオンとか、まあ、そのあたりは会長代表とも相談しながら進めていくことになると思いますけれども、 もしどなたか意識する選手がいるんであれば教えていただけたいんですかそうですすそうね、あのーえーとまあ、多分世の中の人はあの武井君っていうふうに言ってもらいたいのかなっていうのも、見え見えなんで分かるんですけども、あのー、割と全員意識してますね、全日本人なんで、まジでその1個取ったらいいと思ってないんで、あのー、全部取るつもりでいるので、はい、あのだから全意識してます。はい 私の手元に来た原稿には、まあ、武井選手のことしか書いてなかったんで完璧な答えだったと思いますけどそれ、たぶんフェイクですね。そううですですねありがとうございまプロ転向されてすごくあのセンスのあるボクシングをされているので注目はしていますし、まあ、もちろん、でも僕は今やることをしっかりやることかなとうう思っているのであのそういう感じです。目標 はい、日本人4人のベルトでももちろんそうあるべきだっていうふうに思ってるのであのまあ僕は僕自身のしっかりやるべきことをやっていきたいなっていうふうに思ってます。